古本の逆襲パート3最終回です。前回大宮第二公園でルギアに逃げられた続きです。次は駅前のジムです。おや珍しい、幕の下だ。ゲットしとくか。消えた。せっかく停車してこれだもんな。ストレスな。ジムに到着。ステンバーイ。もう4人入ってる。最大の20人で挑みます。勝利です。ボールは10個。よし、一発ゲット。攻撃が惜しい。レベル5の卵が出現だと。おお、良い感じに。レベル5の卵が2個ある。ここで視聴者さんに声をかけていただき、ワンリキー個体チマックスの出現を教えてもらったので、はい、急遽捕獲に向かう。ワンリキー個体チマックスの捕獲に向かったため、レベル5の卵の孵化に立ち会うことはできなかった。しかし駅近くでワンチャンあるかもなので行ってみます。ジムに到着しました。ゼロ人か。あたりを見るにみんな終わってる感じである。人が集まれば参加メッセージ。ほどなくして5人。これはいける。残り両数ギリギリだった。1人増えて7人。ますますいける。おっ、8人。いいぞ。もう2人ぐらいいると良いんだけど。8人のまま戦闘開始です。ヒコボン電車。バトルがとても長く感じる。全滅、すぐ入ります。やりました。技スペ。ダメージ量3、すごい。ボールは11個です。ゲットチャレンジタイム。ミスった。うまくかわしおった。手にゴープラ持ちながら、なんてダメだ。またこのパターンか。そしてこれである。ほんと腹立つ。いいぞ。
ここに来て投げ方定まりました。この投げ方だとある程度攻撃モーションに直前まで対応できる気がする。オッケー、エクセレントゲットだぜ。次はマクドナルドです。まだ深までに時間があるのでのんびり向かいます。そんでもって負荷です。7人あら5人、もう2人目ぐらいか。20人、さすが懲役前のマクドナルドだ。20人で戦闘開始です。勝利です。金釣り13個ゲット、チャレンジ1回分。ボールは11個。必殺グルリンバ。捕まらんのよね。今のは調子こいた。これはもうどうにもならん。枠外だった。まああとは調整次第だな。サークル固定でグレートな安定志向な私をここまでストイックにさせるとはルギアメ。よく止めた。そしてエクセレント、ここに来て調子を戻してきたぞ。よし、ネットです。レベル5の卵が出現。このレベル5の卵は
東口で少し遠い深間でまだ時間があり、今日のところは帰ろうかと思っていたのですが、この後昨日会った視聴者さんに出会う、話しているうちに時間が経ち、深間でもう少しになったので行ってみることにしました。これがこの後の運命の分かれ道でした。チルットは色違いあるので一応確認する。モバイルバッテリーのバッテリーが切れて、あとはスマホのバッテリーのみ。バッテリー消費を少しでも節約するべく、スマホのヒコボンフェイスをなくしました。それらしい方が結構おります。近所の方が集まってくる感じです。ほんとこういうのいい。去年の夏、昼の暑さも収まった夕方、住宅街のバンギレイドに親子連れやお孫さんを連れたおばあちゃんがスマホ持って集まってきた時に、新しい文化を感じました。風情があるというか、ハイテクとノスタルジーの融合。画家なら絵にしたいところです。この間の沖縄の夕方の公園でもそんな光景が見られてよかったです。そんでもって深間近です。いっちょ行くぞ。速攻で入ります。赤が多い感じかな。この間の EX レイドの時にお会いした視聴者さんに出会う。私もかなり自転車で回ってますが、視聴者さんも自転車でかなり回っている感じです。ビクトリー、ボールは12個、いいぞ。グルリンパ、今のは鋭くて良いな。イチローのレーザービームみたいだ。でもあっけなく出るという。1回転多かった。回転させる癖は抜けませんな。視聴者さんゲットして次のジムへ。私も早くゲットして向かいたい。良い線いってるんだけどな。ダメか。極小エクセレント、これである。エクセレントはすぐ出てきて、なんか手応えがない。どうも右にずれる。もっと縦に投げるんだ。集中してから投げるの止めれたと思う。グレートだったけど今の綺麗。よし、ゲットだ。すぐ近くに出現しているルミアに向かいます。同じように向かっている人が多いです。こういうのも何か好き。みんな次のジムに急げ。到着です。7人、急ごう。まあさっきのジムからトレーナーさんが来るので大丈夫だとは思いますけどね。ただこの次にももうすぐ孵化するレベル5の卵があるのです。
なるべく早く終わらせて余裕を持ってジムに向かいたい。14人、これは早く勝てそうです。勝利です。ボール12個、ジム所属と貢献度に救われた。どんどん投げる。ナイスシュート。ここまで来ると感情を揺さぶられない。黙々と投げ続けるマシーンと化してきました。俺は投球マシーンだ。あ、揺さぶられた。私はまだ人間だった。まだ精進が足りない。池彦本、僕らの彦本。ポリポリ。指先から解き放たれる白球。ダメなんかい。惜しい。残り1球になってしまった。なんでボール数が多い時ほど追い込まれるんだ。俺はマシーン、投球マシーンだ。これでどうだ。いや、ほーい、ファイナルゲットだぜ。次のジムへ向かいます。スポンサーのソフトバンクなので、そんなに焦らなくても良いと思いますけど、なるべく早く行きたい。次が時間的に最後です。最後の最後に色違いとか出てきたらすごいね。別すぎかしら。それにしても今日は朝からよくやったな。最後の一戦入れると15戦、単純に課金計算すると1500円、1500円でこんだけエンジョイできたら安いもんだと思う。元来私は昔ながらのゲーム人間なので、パッケージ代金は払うけど後からどんどん課金するのは嫌なタイプだったんですよね。それがポケボーで崩されました。まあ今でも PC ゲームはダウンロードコンテンツとか課金しませんけど、
最初の代金だけでたっぷり遊びます。 BF1 は未だに最初のだけで楽しんでいる。このジムは混雑する時間だと撮影場所が大変です。間に合いました。こちらでも視聴者さんに声をおかけいただきました。色違い出ませんね的な話です。出る人出る、出ない人は出ない。私はどうやら後者のようです。勝利です。最後は苦労の末にたどり着いたグルリンパ東方でも撮影して終了にしましょうか。東方を記録するべき手元撮影ボールは12個、撮影するに十分でした。当たれば一発ゲットという話なのでファイルのみでいきます。ついでにグルリンパ東方をお見舞いします。会いたかったぜ色違い。グルリンパエクセレントボールのプレゼントだ。評判通りの一発ゲットです。まさか最後の最後に取れるとは。やはりポケモンは時にドラマチックである。最終的にこの日は12勝3敗そして最後に色違い、いい結果で終わったと思います。その割に苦戦したイメージが大きいんだが、夕焼けが眩しいぜ。この2日は結構ハードだった。パート3までご視聴ありがとうございました。しばらく安静にポケ活します。